はいどうも、こんにちは、こんばんは、しこです。今回は YouTube に動画投稿するときのタイトルの付け方やコツについて解説していきます。これから YouTube で動画投稿していきたいと考えている人も多いと思いますが、どんなタイトルをつければいいのかわからないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。ちなみに動画タイトルは検索結果に影響が出やすくなっているので、もしも適当にタイトルをつけてしまうと、検索からの再生回数が伸びにくく、登録者数も増えていかないので、タイトルをつける時のポイントをしっかり理解しておく必要があります。この動画を確認してもらえると、自分が実際に行っている再生回数を伸ばすことができる YouTube の動画タイトルの付け方やコツを知ることができるので、動画の最後まで確認するようにしてください。ちなみに概要欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初になぜタイトルが重要なのかということについて解説していきますが、そもそも視聴者さんはどうやって自分の動画にたどり着くと思いますか？基本的にはおすすめ動画や関連動画、YouTube や Google などの検索といったところから視聴者さんは自分の動画にたどり着けるようになっています。ちょっと視聴者目線になって考えてほしいのですが、 YouTube で動画を探しているときは、まずはサムネイルを見た後に動画のタイトルを見て、面白そうだから、自分が知りたい情報を解説していそうだから見てみたいと思ってクリックしますよね。そんな時に視聴者の興味を引くことができない悪いタイトルにしていると、どんなにサムネイルや動画の内容が良かったとしても見てみようと思われにくくなってしまうので、動画が再生されにくくなってしまいます。さらにタイトルが悪いと検索結果の上位に自分の動画が表示されないので、検索からの再生回数を稼ぐこともできなくなってしまいます。もちろん今回解説するタイトルの付け方をやったとしても、需要がないテーマで動画を作成していたら再生回数も伸びにくいですし、ライバル動画の状況とかでも変化してしまうので、その点も注意が必要です。ただタイトルの付け方を理解していないと伸ばせるものも伸ばせないですし、動画の改善点や反省点も分かりにくくなってしまうので、しっかりとタイトルの付け方を確認していきましょう。それでは YouTube に動画投稿する時のタイトルの付け方を解説していきます。ちなみに自分のチャンネルでは YouTube で使える著作権フリーの音楽、もしくは商用利用可能なフリー BGM をダウンロードできるサイトを紹介した動画を作成しているのですが、この動画につけているタイトルをもとに解説していこうと思います。この動画のタイトルは、知らなきゃ損、 YouTube で使える音楽(BGM) で著作権フリーのおすすめ無料サイト5000という動画タイトルにしているのですが、細かくタイトルの状況を見てみるとこのようになっています。これを見ただけではよくわからないと思うので、詳しく解説していきますが、まずは最初に理解しておいてほしいこととしては、動画投稿を始めたすぐの頃というのはチャンネル自体の評価が YouTube からあまりされていない状況になるので、おすすめ動画や関連動画に自分の動画が表示されにくくなっています。ただ検索に関しては、検索されるキーワードをタイトル内に入れておくことで検索結果に自分の動画を表示させることができ、どんなチャンネルでも検索経由で再生回数を増やすことが可能です。検索を意識すれば再生回数を伸ばすことができますし、チャンネルの評価が上がっていけばおすすめ動画や関連動画にも表示されやすくなるので、タイトルをつける時の基本としては、検索を意識して検索されるキーワードを入れることを行ってください。ちなみにこの動画は2020年6月20日というチャンネル初期に公開した動画になり、2021年5月31日までの約11ヶ月間のデータを公開したいと思いますが、視聴回数 14,753 回のうち全体の約 60% にあたる 8,923 回が YouTube 検索から得ることができています。もしも検索を意識してタイトルをつけていなかったら、このような結果は出ていなかったでしょうし、おすすめ動画や関連動画にも表示されていなかったので、全体の再生回数はもっと少なかったと思います。なので検索からの再生回数を得るためにも、検索を意識したタイトルをつける必要がありますが、今回の動画は YouTube で使える著作権フリーの音楽はどこからダウンロードしたらいいのかなと悩んでいる人に向けて作成した動画になるので、 YouTube 音楽著作権フリー、YouTube BGM 著作権フリー、 YouTube フリー BGM みたいな感じのキーワードで検索してくることは予想できますか？もしもこのような検索されるキーワードがわからない場合は、 YouTube の検索窓に動画に関連するキーワードを入力すると、そのキーワードに続くたくさんのキーワードを確認することができるので、動画の内容に最も合うものを抜き出してみてください。また今回のように音楽だけでなく BGM やフリー BGM といった似たような言葉もある場合は、その言葉も入力して調べてみてください。ちなみに今回のように複数のキーワードが考えられる場合は、どのキーワードを使用すればいいのかわからないと思うので、それぞれの月間の検索ボリュームを調べるのがおすすめです。
ここからは自分が作成した動画に来るであろう検索されるキーワードの検索ボリュームを調べる方法を解説していきますが、キーワードプランナーと Uber Suggest という2つのツールを使用する方法があります。キーワードプランナーは Google 公式の無料ツールで、 Google 検索での検索ボリュームなどが調べられるようになっています。YouTube の検索ボリュームは調べられないですし、実際に広告を出稿していないと1000から1万、1万から10万といったような曖昧なデータしか確認できなくなっているので注意してほしいのですが、 Google 検索と YouTube 検索は似たようなところがあるので参考にはなると思います。キーワードプランナーの登録方法については調べてもらえれば詳しく解説している人がいるのでここでは解説しませんが、実際の画面を開くとこのように表示されるので、新しいキーワードを見つけるをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、 YouTube 音楽著作権フリー、 YouTube BGM 著作権フリー、 YouTube フリー BGM といったキーワードを入力します。キーワードを入力すると結果を表示というボタンが表示されるので、こちらをクリックしてください。すると各キーワードごとの月間平均検索ボリュームが表示されます。この中では YouTube 音楽著作権フリーが検索ボリュームが多いということが分かったので、このキーワードを使用してタイトルを作成した方がアクセスが集まりやすいというのが分かると思います。ちなみにもう一つの Uber Suggest というツールについてですが、こちらも Google 検索での検索ボリュームなどが調べられるようになっているツールとなっています。キーワードプランナーと同様に YouTube の検索ボリュームは調べられませんが、具体的な数値を確認できるようになっているので参考になると思います。ただ無料プランでは1日3回までしかキーワード検索ができず、それ以上確認したい場合は有料プランを契約する必要があるので注意しましょう。実際に検索窓にキーワードを入力して検索を行うと、このようにキーワード候補と検索ボリュームが表示されます。 YouTube 音楽著作権フリーの場合はボリュームは1600となっています。 YouTube BGM 著作権フリーの場合は590、 YouTube フリー BGM の場合は880となっていました。これまでの検索ボリュームをまとめるとこのようになっており、 YouTube 音楽著作権フリーが検索ボリュームが多いということが分かったので、このキーワードを使用してタイトルを作成した方がアクセスが集まりやすいというのが分かると思います。ただ YouTube 音楽著作権フリーというキーワードだけでは調べている人の考えがふわっとしていて、具体的な悩みまでは見えてこないので、このキーワードの後につながる関連キーワードをさらに深掘りで検索していきます。それでは関連キーワードを調べる方法を解説していきます。ひとまず YouTube 音楽著作権フリーでタイトルを作成していくことが決まりましたが、その後につながる関連キーワードも調べるのであれば、ラッコキーワードという無料で利用できるキーワードリサーチツールを使って調べていきます。ちなみに無料の会員登録を行うと無制限でキーワードを調べられるようになっているので、会員登録してから使用するのがおすすめです。実際の使用方法についてですが、検索窓に YouTube 音楽著作権フリーと入力して検索します。すると YouTube 音楽著作権フリーの後に続く関連キーワードが表示されますが、最初の画面は Google 検索での結果が表示されているので、画面上にある YouTube の再生マークをクリックしてください。すると YouTube 検索で YouTube 音楽著作権フリーの後によく検索される関連キーワードが一覧で表示されます。特に画面左上のサジェストという項目にあるキーワードは、たくさんの人が検索する需要の高いキーワードとなっているので、主にここから動画の内容に合うキーワードをピックアップしていきましょう。今回の場合は洋楽、無料、おすすめ、クラシック、ダウンロードというキーワードが動画の内容に合うキーワードだったのでピックアップしてみました。ここまでキーワードを絞り込んでくると、このキーワードで調べている人の検索意図がよくわかるようになってくるかと思います。ちなみに検索されるキーワードがわからない場合は、YouTube の検索窓に動画に関連するキーワードを入力するといいと言いましたが、ラッコキーワードでも同じように調べることができるので、うまく活用してみてください。ここまで検索されるキーワードとその検索ボリューム、最も検索ボリュームのあるキーワードの後に続く関連キーワードについて調べてきましたが、 YouTube 音楽著作権フリー、洋楽、無料、おすすめ、クラシック、ダウンロードといったこれらのキーワードを使って、まずは検索されるキーワードでタイトルを作成していきます。 YouTube 音楽著作権フリーは共通しているので必ずタイトルに入れていきますが、それ以降のキーワードに関しては全てタイトルに入れる必要はなく、日本語がおかしくならない程度に入れてもらえれば OK です。実際に作成してみると、 YouTube で使える音楽で著作権フリーのおすすめ無料サイトを紹介という感じになります。
ちなみに検索されるキーワードはできるだけタイトルの初めの方に順番に入れることで検索に引っかかりやすくなるので、それを意識しながらタイトルを考えるようにしてください。またキーワードをただ羅列するのではなく、日本語としてしっかりと理解できるのはもちろん、動画の内容がすぐにわかるようなタイトルにするのがおすすめです。あとタイトルを作成するときは文字数に注意してほしいのですが、スマホや PC といったどの端末で見るのかや、検索結果や YouTube のトップページ、関連動画といったようにどこに表示されるのかによってタイトルが表示される文字数が変化します。YouTube のタイトルは全角で100文字まで入力することが可能ですが、一番少なくタイトルの文字が表示されるときで全角で25文字までしか表示されない場合があるので、できるだけその文字数内に検索されるキーワードを入れるのがベストです。ただ25文字はあくまで表示される最低の文字数で、だいたい30文字くらいまでは表示されることが多いので、最低でもそれくらいまでに検索されるキーワードを入れるといいでしょう。ちなみに今回の動画の場合、 YouTube BGM 著作権フリー、 YouTube フリー BGM といったキーワードで検索してくることが予想されますし、検索ボリュームそこそこありましたよね。さらに BGM のキーワードだけなら文字数も少ないので、今回の場合は音楽の後に BGM というキーワードを追加します。ちなみに今回の場合は洋楽、クラシック、ダウンロードというキーワードをタイトルに入れることができませんでしたが、入りきれなかったキーワードは説明欄で動画の説明をするときに記載しておけば検索に引っかかりやすくなります。自分が実際に行っている説明欄の記入方法を解説した動画やブログのリンクを説明欄に記載しておくので、詳しいやり方が気になる人はチェックしてみてください。ここまで検索されるキーワードを使ってタイトルを作成しましたが、次にパワーワードを追加して視聴者の興味を引くタイトルにしていきます。ちなみにパワーワードとは何なのかわからない人もいると思いますが、例えば必見、速報、話題、無料、新常識、2021年、閲覧注意、完全保存版、猿でもわかる、日本一優しい、パソコン初心者のあなたへ、三つ星レストランの料理長による何々、〇〇の秘訣、〇〇まとめ、〇〇の方法、〇〇を10倍楽しむ方法、〇線みたいな、見る人の興味を引くような言葉のことをパワーワードと言います。これはあくまで一部にしか過ぎないので、タイトルパワーワードとかで Google 検索して自分でいろいろ調べてみてください。本当にものすごい数のパワーワードが出てきます。なぜパワーワードを入れた方がいいのかというと、自分以外のライバルが同じテーマで動画を作成している場合、ライバルたちも検索されるキーワードを使ってタイトルを考えているので、似たようなタイトルになりやすくなっています。そうなってしまうと他の動画と差別化ができないので、検索結果や関連動画として自分の動画が表示されたとしても選ばれにくくなってしまい、再生回数が伸びにくくなってしまいます。さらにすでにチャンネル登録している視聴者さんの興味を引くためにも、パワーワードをタイトルに入れて他の動画と差別化し、クリックしてもらえるようなタイトルにしていきます。ここまでで作成したタイトルにパワーワードを実際に入れてみると、知らなきゃ損、 YouTube で使える音楽BGM で著作権フリーのおすすめ無料サイト5000というようになって、実際にこのタイトルで動画投稿もしています。ちなみにパワーワードは視聴者の興味を引くために入れるので、一つはタイトルの一番最初に入れるのがおすすめです。そしてその後すぐに検索されるキーワードを持ってくれば、検索結果にも十分反映されます。あとはタイトルの最後などにもパワーワードを入れることができるのであれば入れていきましょう。ちなみに無料というキーワードは検索されるキーワードでありつつパワーワードでもあるので、このようなキーワードがある場合は積極的にタイトルに入れていくのがおすすめです。ここまでの解説でタイトルは完成しましたが、タイトルが良くてもサムネイルが動画タイトルと合っていなかったり、興味を引けるようなサムネイルになっていないと動画のクリック率が下がり、再生回数が上がらないので注意が必要です。自分の場合はタイトルを決めてからサムネイルを作成することが多いですが、タイトルとサムネイルが合っていれば自分がやりやすい方法でやってもらって大丈夫なので、好きな方法で作成してください。ちなみに自分が動画用サムネイルを作成するときのコツをまとめた動画やブログ記事を作成しています。サムネイル作成するときにどういったことに注意すればいいのかわからない人は、説明欄に記載しているリンクから詳細情報をチェックしてみてください。ここまで YouTube に動画投稿するときの再生回数が上がるタイトルの付け方やコツについて解説しましたが、正直に言ってタイトルの付け方に正解はなく、適当に付けたタイトルでも何十万再生されている動画もありますし、ちゃんとタイトルの付け方を意識したとしてもあまり再生されないなんてこともザラにあります。また同じテーマで動画投稿しているライバルがいる場合、検索結果の上位に自分の動画が表示されるまでに時間がかかるので、数ヶ月単位で様子を見なければならない場合もあります。
じゃあ意味がないんじゃないかと思ってしまうかもしれませんが、毎回ちゃんと意識してタイトルをつけるのが重要で、これをきちんと行っておくことでタイトル以外のあの部分やこの部分が悪かったかもしれないなというように、投稿した動画の改善点や反省点が分かりやすくなります。もしも適当にタイトルをつけていると動画の改善点や反省点が見つけづらくなってしまいますし、数ヶ月後に動画を確認すると検索結果の上位に表示されていてめちゃくちゃ伸びているケースもあったりするので、動画投稿するときは毎回しっかりとタイトルを考えていくようにしましょう。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube の各機能の使い方や録画や配信に使用する機材の設定方法、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。また自分はこのチャンネルとは別にシパチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。